よし、群がる魔獣はすべて倒したぞこのまま一気に町まで行きましょうみんな急いでサーカスフェスティバルへようこそ受付はあちらでございますやったー町に着いたー フェスティバルが開かれるだけあって、すごい賑わいだな。す、少し休ませてもらえませんか徹夜で山を下ったので、疲れが。<laughs> それもそうね。受付を終えたら、少し休憩しましょうか。 マネリエそろそろみんな動けそうだけど何か手伝おうかならそうそれならはいこれああこれはチラシそうお客さんを呼び込むためのチラシよここの量を配るのか 当然だ。満員御礼の道も一歩から。ほら、早速始めるぞ。みなさーん私たちのサーカス団を、よろしくお願いしまーす迫力満点のドラゴンテーマーゲーを見られるのはうちだけよろしくお願いしまーすさすがだなどんどんチラシがさばけていくぜ。 俺たちも配ろう。よよろしくおねがいしまーすよろしくおねがいしますエルフィリスの声ちっちゃいそれじゃ聞こえないよき緊張しているんだあアンネリーエ後ろ <laughs> お嬢 せめなにしやがるぶつかってきたのはそっちのお嬢さんじゃないかねてめぇはギュスタフうちのテントに何しに来たなにライバルの視察だよ山道は盗賊もいて大変だったろ いやぁよくもまあ無事にたどり着けたもんだあの盗賊団はあなたが差し向けたのかはて何のことやらそんな君は新入りかなよかったじゃないか私たちに団員を引き抜かれたせいでフェスティバル参加も危うかったのにいやはや立 立派皮肉を言いに来ただけならうそろビラ配りの邪魔だってお嬢あらお褒めの言葉ありがとうございますよかったらチラシをどうぞちっいましい小娘だこんなものはいらな ドラゴンテーマーゲーなどすでに時代遅れだからなこっちは魔獣を手なずけたんだ迫力もスリルも段違いだろう魔獣をそちらには屈強な兵士でもいるのかはっ <laughs> で粗暴な帝国軍のような輩はうちにはいないよ 我々はあくまでもエンターテイナーだからね。抑止力もなしに魔獣を飼っているのか。そんなこと危険すぎる。ゲストを危険にさらすショーはやめるべきです。そんなものに頼らなくても、あなたのところは素晴らしいショーができるでしょうゲストは常に進化を求めている。 君もそれは分かっているだろう我々はプロだ魔獣を制御できないと思っているなら見に来ればいいさ。お嬢、どうする見に行きましょうなんだか胸騒ぎがするわ。 さあさあ皆さまわれわれのサーカスショーにようこそ息をのむパフォーマンスそしてスリリングな魔獣使いの芸をお楽しみやれ始まりましたね魔獣使いなんて一般人に本当にできるのか無事にショーが終われば… それでいいのだけどいよいよ魔獣使いの登場ですさあどうぞあ <laughs> っ魔獣が出てきたよでも全然動く気がないみたい <laughs> おい何をやっている 練習通りにやらないか。あ <noise> <noise>、ちょっと暴れるな。ね、みんな逃げろーキャー。魔獣だ。魔獣だ。おい、待て、私より先に逃げるな。待て。 え、デュースタッフ団長あああのサーカス団長一目散に逃げちゃったゲストを置いて逃げるとかとんだクズ野郎だな避ィ経路ンールを確保しろゲストの退避が最優先だあテントから魔獣がしまった 魔獣が外にみんな追いかけて倒すんだ一体でも多く行くぞケ <laughs> 数が多いそれに、町の人も避難させないと 私に任せて、ライガー。ライガー早い。<laughs> なんじゃ、別の魔術か。あ、でも見て、お姉ちゃんが鳴ってるよ。レディース、ジェントルメン、皆様ご注目。 今から、このライガが、皆様を安全な場所に連れて行きます大丈夫乗り心地は私が保証しますさあ、急いですごいな。ショーみたいな工場で、一気にライガへの警戒心を解いたさすがアンネリーエだねライガ、町の皆さんをお願いね そーだよちチあのおっさん、どんだけ魔獣を抱えてたんだ倒しても倒してもキリがねえもしかして叫び声で近くの魔獣を呼び寄せてるの どうしましょうこのままじゃ町が魔獣だらけにおいおい俺たちを忘れてくれるなよ荒っぽいシなら俺たちのお箱だぜせっかく人を見せる戦い方を身につけたんだ。生かさない手はない。 みんなで戦えば大丈夫です。さあ、街を救うショーを始めましょう。はっはこいつは頼もしい団員たちだ。いい仲間に恵まれたな、お嬢。ほんとにみんな、ありがとうよし力を合わせて魔獣を倒すぞ磨き抜いた技で 町とみんなの笑顔を守るんだ 俺が突破口を開く準備はいいかはい確保はできてます大丈夫みんなで戦い抜こう何があるのか楽しみだな食らえよしあと少しだーー世界に秩序 受け継いだ志を力にお疲れ様今回の協力してくれてありがとうお礼のプレゼント受け取って。 サーカスコンテストに向けて進むわよ